タバコ吸うわ。あ、待って、ちょっとごめんね。あ、ちょっとタバコの匂いとかついちゃうんで、これライブ参戦した時のやつでチェキとか取って、あそこの空気とか全部汗とかしっかり染み込んでるから、別の匂いとかつけたくないのよ。チェキ、あ、ウィッス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 。いやー、昨日オタ活しまくったわ。やばかったわ、マジで。めっちゃやばかったわ。チェキはね、チェキ取ったの、チェリピとチェキ取るときに、ね、一言だけやっぱり発しないといけないなと思ったから、ずっと見てるよって言ったの。そしたら、はい、通報しときまーすって言われた。バチクソ興奮したね。うん、デュフってなった、デュフってなったもん。あ、でもその前にあれだ、敬語じゃなくていいですかみたいに言われたから、当たり前だっつった。敬語じゃなくて、もうなんか初対面でなんか敬語とかなくていいんですかみたいな言われたから、当たり前だ。そう、そっからなんか通報しときまーすって言われた。この写真ね、そう、ライブ中にね、まあ写真撮ったりするのダメなんだけど、基本的になんかまあこの曲だけ、まあハッシュタグつけてツイッター上げたりとか、写真撮って大丈夫です、動画はダメみたいな感じで、その曲だけ写真撮っていいみたいな感じの時に、そう、マジかっつって、もう写真撮って、見て、もう完全に、こっち向いてるっしょ。この写真やばくない？この写真撮れた俺やばくない？もう完全に見てんじゃん。カメラ目線でしょ？これは、もうそうじゃん。いや、見てる。見てる。なんで見てるだろう。いや、向いてるから、絶対に。目線ちょっと上、違うんだよ。目線ちょっと上じゃないから。ちなみに俺700回ぐらい目合ってんの。ちえりちゃんと。やべえ、また目やったとか言って、一生ドキドキしてたもん。やべえ、なんだよこの席、幸せすぎるんだろうと思って。700回ぐらい目やってる、ライブ中に。目合ってるって思う。いや、合ってるって思うよな、じゃなくて、合ってんのよ、確実に。そう、確実に目合ってる。合ってないわけないもん、あれ。お前が撮ったチエリの別アングルあったけど、完全、お前見てるわ。でしょ？でも俺だから、700回目合ったの。いや、本人に聞いてみ、今度本人が、チエリちゃんが放送とかしてたら、ナーボと700回目合ったってマジです。目合わせてあげたのマジって聞いてみ。そしたら事実ですって言うから。いや、700回ぐらい目合ってるし、あの写真は絶対に、俺のために、こうした。ここに関しては、もう本当になんか、一生に一度のマウンド使わせてくれ。もうこれ以上、もうなんか、この推しに関して出しゃばったりとかしない。ここだけはマジで出しゃばらしてくれ。誕生日補正もあって。誕生日も兼ねて、もうこれ以上マウンド取ることはない、俺は。すごい、ずっとキモい。いや、でもね、キモくないとダメでしょ。あ、なんか、かっこよくいないと、みたいな感じで、かっこつければつけるほど、ダサいし、後悔やばい。なんか俺は、なんか目合った時に、なんか、こう、なんか目そらしちゃったりとかしてたの。うん。なんかその目合ったのも勘違いかもしんないけど、勘違いだとしても、こっちから、めちゃめちゃアピールしときゃよかったっつって、次いつ2列目とか1列目で見れるかわかんないわけじゃん。だから、もう、キモくいないとダメなの。キモくいないと、マジで後悔が後からめっちゃ来る。マジどんだけ開き直れるかっていう。キモいってかっこいい。あ、もうかっこいい。うん、なんか結局、なんか、そうなんか、キモいやつ、なんか、オタクのキモいやつを、キモいわって思ってるやつって、俺はもうダサいやつだっていう認定してるから。だから、ペンライトとか、いや、2本とか3本持ってたらキモいだろうなって思うでしょ。違うんだよ。マジで。俺はもうこれから、口にも加えようと思ってるもん。もうゾロみたいに口にも加えて、マスクの上から、そのままマスクの上からも三刀流しようかなと思って。とりあえず。ここの間が結構短いから、ここの間に多分ペンライト入んないんだよな。そう。全部この指の間全部入れて、口にも加えようと思ってる。そう。オタクに憧れ出した陽キャ。いや、だから、俺はなんかこう、周りのペンライト一本持って、うちわ持って、タオルぶら下げて、そう、完璧だと思ったの。で、周りを確認したんだよ。ペンライト5本とか持ってんの、片腕で。片腕で5本ってどうやって持ってんじゃんみたいな感じで。もう俺悔しくて。もう悔しいのよ。もう負けてんじゃん。そう、なんか、うわ、キモいわじゃなくなった。俺は、最初はなんか、現場に初めて入った時は、何こいつら熱量やばいわって思ってたけど、もうなんか悔しいみたいな。
悔しい、なんで俺一本しか持ってないのみたいな。もうペンライトってある種分身なのよ。わかる？僕ファンです。ファン1じゃん。これ2本あったらね、ファン2なの。わかる？そう、真っ暗にしたらペンライト、ペンライトはもう1人っていう認識なの、これ。そう、だからこれ2本持ってたら俺2人分ですっていう。だからそれ5本持ったら1人で5人分の演出してん。だからもう1本じゃ応援の力足りないんだよね。どういう理論？わかんねえか。もうわかんねえのかよ、これが。信じられない。そう。もう本当にもう背中とかに貼り付けて20本ぐらい持ってった方がいいかもしんない。そう、なんか自分の応援してるユニットの、そう、推しの女の子は一番そのユニットの中でファン数が少ないっていう認識があるんだったら、マジでその分ペンライト持たないといけないんだよ。そう。じゃない？普通に。これが推しに対する、こう、なんか熱意じゃない。でしょ？アピールじゃないの。ね、俺を認識してくれじゃなくて、もうそれが支援なの。絶対そう。俺はなんでペンライトを多く持つかっていうことを考えたの。目立ちたいからじゃねえんだよ、あいつら。でもお前一本じゃ、だからめっちゃ悔しかったもん。なぜ俺はこの一本しか持てなかったんだっていう。シエリ軍団団長は8本持ってライブに参加してた。お前は、いやもう悔しいけど俺は1本。はぁ、8本か。じゃあ俺10本いかないとな。